語ること。シェア。みなさんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日は二人パパ家の旅動画、スウェーデン育ちの息子くんに見せたい日本の活火山、煙立ち込める桜島をなんとセスナに乗って上から見ちゃいます。ただ到着すると大雨と濃い霧に迎えられ、なかなか出てこない桜島、無事にセスナでの遊覧はできたのでしょうか。美味しい鹿児島グルメも出てきます。最後までお楽しみに。それでは行きましょう、二人パパの日本再発見、セスナで上から桜島。5月のある週末、二人パパ家は日本で家族旅行をしようと羽田空港へ向かっています。眩しい？カメラは白くならない。そうだね、眩しいと白くなっちゃうね。よく知ってるじゃん。何？いや、これどうかにしてる。お願い、どうかにしてなんで。いいよ。そうだね、いい記念になるね。あ、いい眺めだよね。確かに 海沿いですごい東京っぽいって思う。霧に見えた。息子くんが初めて乗ったという東京モノレール、運転席からの眺めを見てちょっとびっくり。線見えてるよ。ちょっと暗いけど大丈夫？変な線でしょ。けど一個真ん中穴開いてるなし。はいはいはい。おお、本当だね。確かによく気づいたね。それがモノレールって言うんだよ。モノレールってどういう意味かわかる？モノっていうのは一つっていう意味がある。レールはレールでしょ、電車の線路だから一個のレールだけだからモノレールっていう。終電車の一個のレール。そうだね、その通り。移動の時から発見の連続のこの旅、無事に羽田空港に着き飛行機へと乗り込みました。飛行機には慣れている息子くん、恒例の安全のしおりチェックと緊急時のブレースポジションを確認。離陸前、今回の旅行で何を見に行くか息子くんに話します。今日どこ行くか知ってる？鹿児島。そう、鹿児島っていうとこ行きます。今日本から日本に行くけど。そうね、今日は日本から日本に行くね。でも今日は島だけど島じゃないところに行きます。鹿児島っていうとこ。遠いですか？遠いね。で、このさ、パパたちが今日ここさ、海だけど真ん中に島みたいなのあるじゃん。でもこれは島じゃなくて、これは桜島っていうんだけど、ここのすぐ近くのところに。あ、まだいただいてます。いいですか？どれがいいですか？1個。ありがとうございます。でも知ってた？これ何か、今日ここら辺のホテル泊まるんだけど、この島、富士山じゃないけど、これボルカーノ。あとこっから煙出てるかも今日。うん、穴開いてるね。ボルカーノ、桜島っていうボルカーノがある。なぜか昔から火山に興味があった息子くん、スウェーデンには火山がないので、せっかく日本に来ている間に煙が出ている火山を見せてあげたいとこの旅行を計画。二人パパに会いに行くスウェーデンツアーでお世話になった ISA トラベルさんにご協力いただき、セスナに乗って活火山を上から眺めるという壮大な計画、皆さんの家族旅行にもおすすめです。そして羽田から1時間50分、無事に鹿児島空港に着いた二人パパ家。ホテルまでは車で1時間、レンタカーに乗り込んだのですが、その道中はなんだか不安げな三つパッパ。どうしたのでしょうか。二人パパ、そう、これで今オンになる。鹿児島空港でレンタカーを借りました。今日は何も予定を決めてません。今日も明日も予定を決めてないけど。でも雨のドライブも楽しいよ。あ、確かにそう。あ、じゃあちょっとホテルが結構桜島の近くみたいなので、桜島見に行きますか？ OK 行きましょう。行きましょう。レッツゴー。ちょっと右ハンドルにドキドキしてるんだけど。ヘイとかチェノとか
あ、もう今回大丈夫。そして始まったドライブ。デカパパは大好きな抹茶アイスを頬張っていますが、車窓からはそれに関係するものが見えてきましたよ。ブスケ、この緑の葉っぱいっぱいあるでしょ。ここもいっぱいあるね。あれね、お茶の木だよ。あなたがよく飲むミルクティーも作れるね。そうだね。緑の星に葉っぱに見えるけど、それどういうの、どういうの、タネル紅茶。発酵させると紅茶になるけど、発酵させないと緑だね。鹿児島県は静岡や京都と比べ茶業の歴史は浅いものの、その温暖な気候を生かし、荒茶生産量が静岡に次ぐ国内第2位で日本有数の茶の生産地。抹茶の原料となる天茶や紅茶の生産量が全国第1位にもなっているそうです。そんなエリアを抜け、だんだん桜島のある錦江湾に近づいてきたのですが、雨足はどんどん強くなるばかり。このエリアは霧島市と呼ばれていますが、その名の通り霧が立ち込めて運転もちょっと怖いぐらいです。でも今日は本当海が全部もう霧で全く見えない。もしかしたらここもうそろそろ桜島が見えてるはずな気がするんだけど。それはもしかして多分イケスの養殖場だと思う。息子くん、ちょっと取ってもらえる？息子くん取れる？すごいね。錦江湾ではブリやカンパチの養殖が盛んで、海沿いをドライブするとたくさんのイケスや漁船が見られますよ。そしてドライブ中には桜島ならではの道路標示も。噴火活動による噴石勾配スリップ中。今回事故もなく無事にドライブできましたが、火山と共に生きる生活を少しだけ感じることができました。そして本日お世話になるホテルへ近づいてきましたよ。かっこいいねこの橋。こちらは桜島の付け根にある牛根大橋。桜島、ここで一瞬桜島に上陸し、その後南側に位置する本日お世話になるホテルへと向かうわけですが、今日は桜島の姿を拝むことはできなさそうです。本当にここ？いやでもここなんかね、リブマックスリゾート。まあでもリゾートっぽいね。確かに。わー、パームトリーズもあるね。パームトリーズ、そうだね。着いたー。メルボボールbåde kokosnötter som hängde i den där träden, pappa. Nu får jag kolla. Jo, katta. Budget svita. Välkomna des. Välkomna des. 本日お世話になるのがこちら、リブマックスリゾート桜島シーフロントさん。今日は桜島が見えるお部屋をご用意いただいたと伺っているのですが、この雨でどうなっているのでしょうか。語りパパ。お部屋に入ると中はとっても広々としたツインで、座敷もありくつろげそう。そしてこちらのお部屋のお風呂はなんと源泉かけ流し。大浴場も後で行く予定ですが、家族でゆっくりっていうのもいいかも。そして桜島が見えるという窓を覗きましたが、この日はその名の通りゴリ夢中。明日の朝に期待しましょう。そしてその後はお楽しみのお食事の時間。息子くんも豪華な子供用セットをいただきました。これら絶対美味しいと思うよ。そしてパパたちは瓶ビールで乾杯。赤いお刺身美味しかった？醤油じゃないかな。醤油じゃない？あ、もしかして九州の甘いお醤油かな。九州独特の甘いお醤油がちょっと苦手だったみたいです。まだまだ、うん、もう一度なんかこの鹿児島の甘めの醤油でお刺身をちょっと食べてみる。
結構九州甘い醤油が有名らしくて、美味しい。でも食べ慣れてないからちょっとやっぱ普通の醤油がいい感じ。これも美味しい本当に。なんかもっと砂糖っぽいかと思ったら全然そんな甘ってるい感じじゃない、ね、あれ。でもどのお食事も美味しくて、全体的に甘めなお食事もこれと一緒だとよく合います。小鹿飲んでみようか、焼酎。はい、あ、めっちゃうまい。めちゃくちゃまろやか。地元ではこれしか飲みませんとホテルのバーテンさんに教えてもらった小鹿という焼酎、焼酎好きな2人パパにぴったりでした。そして最後の締めを食べると浴衣を持って大浴場へ。もちろん中は撮影できないんですが、大浴場に浸かりながら息子くんに話したのが温泉の作り方。温泉はいつも火山の近くにありますよね。でもそれだけじゃ温泉はできません。火山の地下深くにマグマだまりがあり、地表から染み込んだ雨水などが地中深く染み込み地下水となり、それが温められ、人間が地中深くまで温泉を掘ることもあるけど、自然の場合は地中の割れ目を通って温泉が噴き出してくるんだよと、火山と温泉の関係について話していました。そしてお風呂上がり、お風呂気持ちよかったです。すごいいいお風呂でした。お風呂どうだった？温泉結構良かった。でも結構楽しかった。楽しかった。サウナも何分、サウナも私何分に行った？サウナ12分。僕は5のところから始まって、あとはエルバのところまで行った。じゃあ6分入ってたね。シャワーも温泉のシャワーがあってすごい。あ、全部行かないね。はい、寝ます。おやすみ。ごなっと。寝るけ？あ、そうだ、まだ寝れないんだった。部屋に戻ってきてからは3人でトランプ大会、まったりとした家族3人水入らずの時間。息子くんもトランプができるほど成長して、また今までと違った家族の時間になったなぁと感慨深くなりました。そして翌日の朝、窓から外を眺めると、翌日の朝目を覚まし、桜島方面の窓を開けてみると、昨日とは全く違う景色が広がります。あ、それは雲じゃなくて、あれは雲じゃなくて煙だね。ボルカーノから煙出てるよ。本当だね。あれは雲じゃないよ。結構グロウから。そうだね、灰が出てるね。アランダしたくない、絶対膝を。そうだね、それは危ないね。わあ、でもすっごい綺麗だね。でもあそこどうなってんだろうね、マグマ見えるのかな。ん、なに、すっごい綺麗ね。うんふん。感動してなのか寝起きのせいなのか、どちらかは分かりませんが、息子くんはその壮大な光景を前にしばらく見とれているようでした。あの向こうに高い。高いね、千何百メートルだから。まさかこの後にこの山の上に行くとはまだ思いもよらない息子くんなのでした。そして豪華な朝食、鹿児島名物鶏飯もありました。うん、めっちゃうまい。このスープがチキンのスープなので。ああ、そうです。わ、めっちゃうまい。これもうご飯2杯食べた後なのにまた食べちゃった。うん、僕も食べます。うん、でもなんか椎茸とか錦糸卵が入ってて、甘さとかがすごいバランスがいい。たくあんもいいね、なんか歯ごたえが出て。ああ、そうなんや。うん、それというか、なんで鹿児島は鹿児島って言うの？何であったの？わかんない。カーゴに見えるから。
鹿児島の由来ちょっと調べたんですが、ちょっと定かじゃなかったんですが、朝食を終えると部屋に戻り、部屋風呂も堪能し、チェックアウトを済ませレンタカーへ戻ります。すると車には桜島からの灰が降っていました。活発に活動している時だけでなく、通常時からも後輩があり、その中で生活している人がいるんだなと実感したりしました。セスナに乗るのは今日の午後、午前中は桜島ドライブをすることに。二人パパ、オッケー、じゃあお願いします。はい、じゃあ行こうか、そこの公園、とりあえず。よかったね、ここ温泉もあったしね、いいとこだったね、うん、さっき息子くん、うん、このホテル一番までで今までで一番いいホテルだったよって言ってた。あ、本当。まあとにかく出発進行、行こう、出発すごい天気いいね、めっちゃ天気いいね。桜島の周囲をドライブしていると、火山独特の地形が車窓から見えてきます。で、インプのマークもあるね、ここ。うん、そうね、ラーバー。なんか道の風景が全然違うね、やっぱり普通の水。面白い形の岩がいっぱいだよ。あれが固まってるドラーバー、うん、そうね、面白い。ここでちょっとハイキングしたいな。ハイキングしたいね、これ。ここ僕だし、安全で今分解してたら。え、なんで？安全と思うよ。安全と思う？なんでわかる？だから車からマグマはこの上に来ないかも。今危ないと思うけど。そしてしばらく走ると、息子くんが行きたかったという公園に到着。桜島自然恐竜公園という恐竜の遊具がいっぱいあるところ。展望台もあり、桜島も一望できます。最後に息子くんはすごい滑り台に挑戦しましたよ。Nu filmar den. Håll i den då. Och så får jag titta upp på mig. Oh! Oh! Okay, okay.よくできました。ちなみにパッパたちも滑ったんですが、翌日お尻の皮がむけて痛かったということだけここで報告しておきます。そしてこの日のランチは、錦江湾で養殖されたカンパチが食べられる港すぐそばのカンパチ食堂へ。その後は宮崎に住む旧友も会いに来てくれて、一緒に道の駅へ。今が旬、この土地で有名なビワソフトを食べ、桜島を眺めながら厚めの温泉足湯に浸かり、ようやく本日のメインイベント、セスナの飛行場へと向かいます。お天気は良さそうだけど、桜島の上空まで行けるかな。二人パパ着いたよ。寝ちゃった着きましたよ。でもここはどこ、ここどこですか。これどこ。少しだけ寝てたかも。寝てたね、うん、ということでお邪魔したのが新日本航空さん。息子くん眠いせいか、いまいち何が起きているのか分かっておらず、あれよあれよという間に必要事項を記入し、パイロットの方から安全の注意事項を聞き、身体検査を行い、いよいよセスナが駐機する整備場の向こうへ。去年ヘリに乗った時も感じましたが、滑走路との距離が近く、その非日常感がたまらなくワクワクさせます。息子くんは座高が低いということで、かさ上げのクッションもご用意いただいたりと準備は万端。その時息子くんの様子が、僕やだちょっと怖い、ちょっと怖いかも、ちょっと怖くないよ、大丈夫だよ。飛行機には何十回と乗っている息子くんですが、セスナのサイズは初めて。怖く感じるのも無理はありません。でもいよいよ離陸です。
離着陸の時は撮影が禁止なので、一気に桜島に近づいたところからお伝えしますよ。すごいね。We are prepared for the call. すごいね。バーバーも見えるかな。でもここはハイだけ。でもハイがいっぱいあるね。匂いするね。これなんて匂い？あ、知らないです。多分温泉の匂い。はははおー、すごい。ヘビちゃん、占いに近い。あ、来た。すごいね、すごい。イエーイ。どう？緑が少し出てきてるね。そうね。本当だね。あそこいっぱい緑あるよ。あるね。ここいっぱい緑あるね。見てますか？どうですか？めっちゃ近い。そして、いいね。すごい。迫力がすごい。見てこれ。桜島には19の河川がありますが、そのほとんどが普段は水が流れていない水無し川。しかも活発な火山活動のため、大量の火山噴出物が堆積する土地。少ない降雨でも土石流が発生しやすく、その数は年平均50回にも上るそう。下流域まで流出した土砂は住民や人家に被害を及ぼしてきました。その被害を最小限にとどめるため、砂防ダムが昭和51年から継続して設置され続けています。その砂防ダムが多いエリアの上には樹木がないエリアがありますが、先ほど話した火山噴出物が堆積しているところ、このように安定しない土地が小さな谷のように浸食されているのはガリー浸食と呼ばれ、その麓は土石流の危険性が高くなります。セスナから眺めてみると、改めて活火山と人々の営みがこんなに近いものなのかと、驚きと感動に近いものがありました。いや、すごいね。本当にすごい。そして雲の状況に合わせ、パイロットさんが火口近くに近づいてくれましたよ。出てるよ、煙が。あそこからそしていよいよ桜島を離れる時、最後まで見どころがいっぱいでした。このエリアは1万年ほど前に溶岩が流れ出したところ。上から見るとここまでドロドロっと流れてきたんだなとリアルに感じます。すごかった。最後は青く輝く錦江湾を眼下に鹿児島空港へと戻ります。
ということで、無事に30分ほどの飛行を終え、空港に着陸しました。二人パパ。行くよ、ということで、どうでしたか？怖かった。怖すぎ。ちょっと怖かったけど、でもさ、ね、穴、でも穴見えたね。煙すごいいっぱい出てる。あんまり穴見。でも2つあったね。2つあったね、穴が。一緒に上と横。そうだね。一番上はちょっと雲があって、その雲の上は行けなかったけど、あの横のところですっごいいっぱい煙出てて、あそこ匂いどうだった？くっさ。そうだね。あれ何の匂いか知ってる？どんな匂い？あの匂い、温泉の匂い。あれは硫黄の匂いっていうのよ。硫黄。赤。スウェンスかな、なんていう？あの黄色いやつ。ブルカーンガース。いや、スウェンスか知らない。後でテロップ。まあでもすごかったね。ちょっとまた後で見てみよう、映像を。生きられた。あ、僕、僕一緒にトムとスティーブと思ってた。いやいや、死なない死なない、安全。だからトムの前に、あ、スティーブ、スティーブ、もう絶対スティーブって言ってた。いや、そんなこと言わないで、怖いから。大丈夫よ、安全だから。もしかしたら、足にしぶける今入ってきないだけど、僕のトイレから来てます。そうね、じゃあもう行こう、じゃあトイレ行こう。ありがとうございました。ありがとうございました。ストップ。勝手に行っちゃダメだよ。そしてこの2時間後には東京行きの飛行機に飛び乗った2人パパ系なのでした。鹿児島の皆さん、お世話になりありがとうございました。ヘイドー。さて、来週の二人パパは？せーの。次回は近況報告トーク動画です。二人パパでね、校長先生のところにご挨拶に行った話とか、授業参観に行った話とか。そうね、寂しい。寂しいね。好きなのもあるし、そうじゃないのもあるって言ってたね。あ、もうちょっと後ろ来てもらっていいですか？あの、二人パパだから大丈夫かなっていうのはちょっと心配したんですよ。あ、夫のリカルドですって。で、担任の先生にご挨拶行ったら、あ、 YouTube 見ましたよって言われて、多分校長先生が一番心配してたのは、みんなに見せてあげたら、あの授業参観どうだった？それ面白かった。ヘイドー。次回もまた見てくださいね。スティーンサックスポワセボーブリエディ。いいよ、結構おいしい。結構おいしい、うん、よかった。二人パパ。